伊達政宗ですけども伊達政宗は1667年生まれですからけ結構あれですね押し詰まってますね。1667年伊達照宗と吉名で生まれてますが同年生まれとしては立花宗茂とか有馬晴信綱信重などがいます。こういう人間を見てるとあやっぱり政宗っつうのは遅れてきた天下人という感じですけども本当に遅れてきたんだなというそういう気がしますね。 戦国七十七に減服してます。伊達大前の大夫正宗にあやかって名前をつけられてます。戦国七十七年。もう義明はとええビンゴ共ドラに逃げてるんで、まあ伊達としては返境をもらうわけにはいかなかったんですね。で、もう一つ、この正宗という名前、例えば足利義政の名前をもらったら正宗だったんでしょうけども、まあタイミングがめっちゃ良かったのか。 伊達氏はあの吉島さんの最初の名前の吉重の時代の名前もやってるんで重宗というその次は久宗なんであのちょうど重宗と久宗の間には挟,、ま、挟まるんでうまくこの政宗という名前は使われてなかったね3人ぐらいは別にかまへんのでもし仮にこの重宗さんと久宗さんどちらかが政宗さんやったらそれでも政宗やったでしょうけど。 1979年は田村清明の娘の女ゴ姫と婚姻してます。で、1981年はウィジンで相馬氏との戦いになってます。で、この時、足名森高からの援軍を受けてるわけであって、もともとは足名と伊達の関係というのは深いし、まあ政宗も、だからこの森高が元気やったら、多分足名との同盟継続は多分考えたでしょうあの。ウィジンの時にわざわざ森高さんは援軍くれてるわけですからね。 1580年にはダテ,テルムネの隠居によって家督相続してますがまあこれ以前からこういう相馬とか芦名とかそういったところとの交渉とかそういったことをどうさ政宗やり始めてます。この隠居なんですけどもこの隠居というのはいろいろ考えられてまして大きなきっかけの一つがこの芦名森高の暗殺が大きなきっかけだろうというふうに言われてます。 それによって小次郎を芦名当主にという照宗それに対して反発する佐々木義重結局この佐々木義重の言い分が通って亀尾丸が継承してしまうわけですけども芦名氏と伊達の関係がこの森高の死によって急速に悪くなっていく中照宗が隠居したのではないかという見方もありますだからこの中で家中の中で立場が微妙に悪くなったと いう話で照舟隠居にまれたんじゃないかという話もありますここまで深く考えることもいいんじゃないかと照舟としてはこういうこの芦田森高の暗殺によって南王子をややこしくなっていく中まあ正宗に早めに譲っておいて経験を積ませるで自分は貢献するとまあ隠居を言うても完全に日本末の関係を持っているようにあ完全に隠居してしまうんじゃなくてまああくまで いろんなことを政宗に少しずつ任せていくという、そういうまあ、勢いで急にパーンといなくなるわけじゃないんです。まあ、この辺はなんとも言えませんね。先ほど言ったように、大内定なという豪族が、田村清明からの支配から離脱しようとする。で、芦名氏と手をあの動き出す、連携すると。で、その結果、芦名、大内 VS、伊達、田村連合というのができるんですが、この間の僕が不誠立になった結果、芦名と伊達の関係も切れてしまうと。 だからこれですよね。田村伊達連合と、うん、要するに葦名伊達の関係を持つグループと、田村伊達の関係を持っていこうというグループ、まあここのところに、まあ、分かれてしまうと。さらにそこのところにこの佐竹義重が入っていて、佐竹義重の影響をどういうふうに考えていくのかという、だからもうこういうところを盛り立てていって、 佐竹をなるべく排除していくようにするのか、それとも、どうせもう佐竹の方に行っちゃうんだから、もう潰しちゃうのかと。だから、照宗と正宗の間つのは先ほど言ったように、抜き差しならんもやっていると。それに対して、正宗は大内・佐竹を交易します。で、この時に、大内市の城の人るおでもり城で、城で撫で斬りを行うんですね。まあ、伝承とも言われてますけども、撫で斬りを行ったと。 これを見てビビったに本松義次はは侵入するんですけども政宗は過酷な処分を行い取りなし役の照宗が拉致されて政宗で殺害されるという事件が起こり先ほども言ったように、まあ、こう見てるとやっぱり照宗と政宗の関係というのはもう既に修復不可能というかもう完全にどっちがどっちというそういう抜き差しならぬ関係になっていることがうかがえます。 この阿ナに移行する須竹に対して伊達はこちらと結びつくという形になりますね。で、阿ナ大崎氏との戦いですけども、1586年1月、照宗の弔い合戦として二本松城を攻撃します。しかし、それに対して二本松氏を援軍を送ったのが佐竹義重ですね。その結果、鳥鳥橋の戦いが起こり、ここで伊達政宗は敗北します。というのは、この佐竹義重は、 日本松を救うために、あの白川とか、芦名とか、その辺の南欧州の領主連合を大動員して、舞台、うん、とだから、部隊も2倍か3倍ぐらいの差がついてたんですね。だから、万政宗には勝ち目はなかったと。ただ、突然、佐々木義は撤兵、えー、します。これはどうもあの、北条氏の配下に入った江戸重道、うん、あるいはあの里見義り これらの動きを警戒したんじゃないかと。つまり、ここなんですね。要するに、ここでこう、ガーッといっても、後ろから北条が動き出すと、つは動きづらいと。いうことで、まあ、伊達と北条の関係というのは非常に重要なポイントになっています。南欧州の諸勢力は、伊達から解放されたと。この一鳥橋の戦,戦いで、二本松をとりあえず守ったことで、 実は南欧州の勢力は一線建てから解放されるということで、建ての,の勢力圏つつは急速に崩壊していきます。で、変わって南欧州に力を持ってきたのは佐竹なんですけども、正宗としたら、まずその崩壊しつつある南,南欧の覇権をなんとか取り戻さなきゃならないと。大制を立て直した正宗は日本松城の交易に取り掛か,かります。 相馬吉種が間に入った、え入って話し合った結果、まあ、日本松城はついに伊達市のものになります。これが大きなポイントですね。この、ここを押えた結果、この地域を押えた結果、足名の側面にまでこう、まあ、伊達は力を伸ばしてくることができるようになって、まあシナを攻撃しやすくなると。アシの攻撃の取っかかりができたわけです。日本松城を拠点にして足名攻撃ができると。その頃、 北の方に向かおうとします。大崎市の内部に政宗が介入しています。しかし、この時、最上義昭と、それから大崎義高に敗北しています。こういう感じですね。大崎義高と最上義昭が組んで、この二本松のところには、この伊達重屋根を入れています、一門の。で、これによって芦名はかなり圧迫されていると。この留守室はもともとは宮現在、宮城県の 方面に勢力があったんですけども、この大崎氏が入ってきたことによって、この留守式っついうのは、まあ、形骸化しているわけです。で、その留守家は、え、途中から伊達の中に組み込まれていて、この留守政家,家も伊達氏の、えー、伊達春、春伊達政宗からしたら、おじさんやってるのかなえー、伊達春宗の息子に当たるのかなそういう関係になっていて、こことん戦い、要するに今度は北の方に行こうということになりますね。ちなみに、伊達氏と野上家、 大崎氏に関係というのはこういう関係です。大崎義直、これがまあちょっとナイフもめたときに、この伊達種宗はうまく動いて、大崎義信を一旦養子に押し込むことに成功しますが、この種宗と春宗の天文の内乱で、伊達宗の力がなくなった結果、こいつも殺されちゃうと。で、大崎義隆、義直とを継いで、大崎義隆の兄弟の大崎夫人とも後の義明は結婚していると。 一方最上義明の妹の義姫は伊達と結婚して政宗を産んでいるという関係ですがそういう意味では義姫サイドとしては最上義明あるいは伊達照宗との関係が重要,重要であって伊達政宗との関係は今一つよろしくないかもしれないがあの、まあ、そうとも言えないんですよね。ここで負けた大崎勝で負けたその合間に相馬芦名が進行してきます。 でこういう中で、青ラインと緑ラインの両方から攻撃を受けてる、しかもこの両者とは別に連携してるわけでもないが、緑連合と青連合から攻撃を受けてる中、窮地に陥った政宗を助けたのは、ある意味、この義姫なんですね。義姫が仲介して、最上、それから芦名、その双方と和睦します。政宗はこの時田村氏の所領を確保することに成功し、最低限の まあ、とりあえず政宗伊達田村連合の田村の所領を一応、まあ、守ることができて伊達も面目が立ったということで、まあ、そういう意味では義姫っつうのはこの段階では大変伊達政宗にとっては役に立つつったった人間ではありますだからまあ義姫と政宗の関係が悪いっつうのは私は、うん、これを見てるとうんどうなのかなという感じですね政、まあ、宗が芦野の方に行ってる間に 政宗が不在の時に、義姫が腰で乗り継げて、この伊達と最上だで入って、合意に仲介させたと、まあ、最上サイドの立場で、まあ、やったというふうに我々が言っているのこれ、どうも最上に対して、どうも伊達さんが突っ込んだ結果、負けてしまったというのが、どうも正しいようであって、この段階での義姫さんというのは、まあ、最上と伊達の双方の関係改善を願っている、そういう人物だなというふうに思います。 翌年、1589年に芦名義弘をすり上原原の戦いで撃破しています。これによって芦名氏は滅亡。芦名義弘は佐竹義弘のに逃げ込んで、あの芦名は以降、佐竹氏の一門になります。義、ま、弘、あ、も佐竹義弘の次男ですからね。この芦名氏滅亡する中で、佐竹は動けないんですよね。これは秀吉によって総武事例が出されている中、佐竹は動かんでおこうと思うわけです。 伊達は派手に動くわけですそうすると佐竹はもう動かないのかということで南欧諸勢力は佐竹から離れて伊達にくっついていきます。でこうやって伊達のまあ南欧派遣2の、まあ、政宗が南欧派遣を回復していくのはまあ秀吉との戦いというか秀吉とのややこしい関係を招くことになります。 戦国戦の第3期ですかね。これは、こんなことになってます。秀吉と政宗の戦いになってるんですけど、これはまさにあれですよね。えー、秀吉、お前、アシナ、お前、足な滅ぼしたやろう。うえー、総武事例違反だと。総武事例違反と。俺の自由。そういうふうな、あの、セリフを当てれこしたくなりますが、政宗のやってることっうのは、典型的な総武事例違反なんです。で、佐竹はこれを守ったわけです。 これによって佐竹は一時的に不利になるんですけども、最終的にこれは政宗にが悪いということになっていますね。さらに政宗は、まず総武事例違反、この芦名の問題で、秀吉の機嫌を損ねて、あの秀吉は政宗がこのまんま軍事行動を続けるならば、政宗を滅ぼすというふうに宣言しています。 正宗サイドとしては秀吉をと真っ向から戦う気は実はないんですよね。でもどうしようかとぐず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 します。だから正宗はここでかなり累積ポイント、まずいポイントをかなり溜め込んでます。正宗がこの小田原城攻めに遅れたのは氏政との同盟関係があったからなんですよね。だからどうしようかなと氏政さんには随分助けてもろたから。 今更、あの、宇治政さんを裏切るわけもいかんけどなぁ、と思いながらぐずぐずしているうちに、宇治政は完全に滅びることは確定したんで、ま、彼は小田原城へ行くことを決意します。で、そういう中、1990年に小次郎は急死しています。政宗は七代の感動というふうに言ってるんで、この小次郎の 法要というのは7代目までは行われず8代目の藩主の時にようやく法要が行われたということでまあいろんなこれこの定山公地家記録によるとこれは母親の義姫とそれから小次郎が毒殺未遂したんだとかいやいや実は政宗公は本当はおかんが殺そうとしたけどもおかん殺すわけにはいかないんであの弟には申し訳ないが死んでもらったと。 でこの話については噂にしてもええよというふう,あのうまくあの恥にならんようにうまくやってくれというふうに言ったということからこの毒殺の噂がこうぐわーっと広げ出したというふうに言われています。毒殺未遂の噂が、えー、広がっていたと。まあこれによってよしみが言いづらくなったという話もあります。 義姫が実際に毒さしたかどうかっいうのは分からないし、もしかったらやったかもしれないし、やってないかもしれないし、ただこの時に義姫が出奔したわけではないと。試算もあったんですけども、もうこれどうしようもないわと。これこのまま放っておいたらほんまにやられるわと思った政宗は、同盟者であるウェス1ヶ月の領地を経由して小田原に入ります。で、その結果、宇都宮潮記で合図を失います。72万石に減法と。 ということで、合図を失っちゃいました。もともと合図というのは、いわばあぶくぜ人ですから、まあ、あの悪ぜに目につかずですね。で、この時は中村時長と面会してます。渦宮家のおかしんですけど、中村家というのは実は、伊達からしたら本家数に当たるんですね。こっちの子孫です。この子孫が下野国にあのへ勢力を広げて、で、この中村家というのは、まあ、南北朝時代、 なんとと生生きき抜いててて宇都宮家のまあ家の臣として生き残ってますその宇都宮家の家臣であのるの中村氏と伊達氏がこの時面会したと。伊達政を抜かしたら本決戦に当たるんですね、うん、なんと。さらに豊臣政権では伊達さんはよろしくないことをやっています。1591年、蒲生佐と共に葛西大崎一揆を平定していますが、この葛西大崎一揆というのは、 加西市と大崎市の丘陵の一基ですね。加西、大崎市の丘陵というのは、このピンクで示した地域です。この付近が、あの、西市と大崎市の丘陵なんですね。で、ここのところは、あの、奥州使用の結果、木村義清という、まあ、秀吉の側近が与えられたわけです。ところが、そこで一基が起こったと。 西大崎のを戻せとで実は大崎吉高は政宗の許可を得ずに小田原に行くわけにはいかなかったんですね。ぐずぐずしてるうちに政宗一人小田原に行っちゃって大崎は取り潰しだなったんです。だからまあ大崎はその後は、ね、しばらく京都におってその後最終的にこの大崎さんは蒲生から上杉に客分として迎えられてますが 旧大崎の人々は大崎義高の復活を求めて一揆を平定したわけですけどもこれをどうも伊達政宗が先導したんですねこれ密書が政宗がこの大崎葛西大崎一揆の指導者に出した密書が蒲生悠の元に入っちゃったんですさらに政宗はこの葛西大崎一揆を鎮圧に向かうときに 鉄砲に弾を込めずにパン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 打ったらしいですねこういったものは全部バレちゃったんです正宗は関門されまして一生懸命弁明した結果まあ秀吉はお前の言うことは信じてやるというふうに、まあ、太っ腹のとこを見せますが同時にこの緑の部分これを取り上げたんですね。これを失いました伊達は もともと伊達っていうのは、この辺が、この伊達軍、ここを中心にして、忍ぶ軍、沖玉軍、勝田軍、足立軍、田村軍と広げていって、から、さらにこの付近、こういうところまで広げていったんですけども、この付近一帯を失って、さらに合図も、あの合図も、合図を失った上に、この緑の部分を失って、代わりに、葛西、大崎の丘陵のここのところを与えられたんですね。角が広く見えますが、実は緑の方が、 土地言からね。その青の方は、まあもともとそんなにめちゃめちゃええ土地でもない上に、長年の戦争で疲弊していると。伊達との戦いでかなり疲弊しているところに今度は、伊達がボッコボコにしたところに今度は伊達がそちらにされたんで、まあ大変だみたいですね。この緑のゾーンからピンクのゾーンに移されたと。で、この緑のゾーンは賀茂氏里に与えられました。まあ賀茂さんとしては、 正宗のせいでひどい目に遭だけですからね、この葛西大崎一揆、鎮圧に行ったら、なんと実は、正宗が王を引い取ったと。で、正宗は、まあ、この時にひどいことするんですね。この葛西大崎一揆の連中との和僕交渉中に全部殺したのね、正宗は。これ口封じでしょうね。でも、全部、秀じはもう分かってるんやと。君は葛西大崎氏給料五十八幡に移動してね、と。 いうことで彼は伊達軍を失います、まあ、その後は秀吉に突き従って文禄の木では朝鮮出兵1592年朝鮮出兵に従っていますこの時にもうすぐ派手な格好をしたんで、えー、まあもともと派手な人間と男立てとかいうふうに言ってたんですけども盾にこの字を当てて「建物」とものすごい派手なものを建物と。 いうふうに言うよなったという話があります。1 9 9 0年には母の氏命が出奔しているというふうに見られています。え宮城県の県立博物館の館長の佐藤健一氏が唱えた説です。1990年と言われた出奔は実は1 9 9 0年であって、1990年の毒殺云々かん感のはちょっと怪しいと。1995年には秀次事件に連座。実はげあの秀次事件問題で、 の長政に対して一生懸命弁明している書状つうのは残っております。で、謝面されたんですね。ところが、この,の長政と絶交しちゃうなど、あの政宗からすると結構波乱が来てます。豊臣秀次事件つうのは、ま、政宗にとっても大きな傷跡を残してますね。この間に生まれたあの駒姫さんも、 えー、あれですけどもこれで大崎夫人も自殺しちゃってますしまあ政宗もひどめやってるしまあこの秀次事件っつうのはいろいろとあちらこちらに政、まあ、宗も秀次に結構取り入ってたもんですから困ったことになってます。でそういったこともあってが1 9 9 9年秀吉後には長女のいろは姫と家康の六男の松平忠徹の婚姻が行われて関ヶ原の戦いの一つの原因になります。 葛西大崎の丘陵に行った伊達政宗はこの岩出山城を築いています。関ヶ原の戦いですけども、エスによる百万石のお墨付きというのがあります。丘陵の六軍四十九万石を回復させようというんです、ね。ここのところを回復させて、これとこれを足しての百万石を与えますよという、そういうエスからお墨付きを得た 正宗は東軍に行きますと。というわけで、この合図の上杉を攻撃することになります。実は、正宗ついうのは基本的に懲りんやつですね。この緑を失った結果、彼は、じゃあ、南がダメなら北に行けばいいじゃないかと。南部都市直の土地を狙うんですね。南部をじゃあ滅ぼすかと。いや、南部を滅ぼし合えばいいじゃんと。家康としたら南部都市直は、 味方ですから、南部利直のところに入っていくのもめんどくせえだと。いうことで、政宗を抑えるために、はい、どうどうはい、どうどうと。あの、おとしく南の方の上杉を攻めたら、百万石会がいるよと。そしたら、もう南部利直の全然がなくていいだろうと。で、直江兼通が最上領に侵攻してきた時には援軍を派遣しています。しかし彼はチョンボスですね。福島城攻略戦で、上杉方の本城重に敗北しちゃいます。 さらに岩崎一騎を先導したんですねこの人懲りない人であんた確かあの葛西大崎一揆を先導して本領を追われたんちゃうんかいやと。懲りんやつなんですね。今度はこの岩崎一揆つうのはあの南部市の中で起きた一揆なんですけどもその南部市の中で起きた一揆に対してこの一門の白石宗直を派遣して。 南部資料を狙ってましたしかし、これもばれったんですね。家康も、それはお前どさくさんまぐれで何してんねんということで、百万石の住みつきは保護になります。で、1601年には仙台に移転して、基本的にここから仙台に移転し、仙台平野の開発に乗り出します。ここで60万石、後に一部の ちょぼちょぼとあちらこちらの飛び地を確保して合計62万石。62万石が、の仙台藩が成立。まあ悪くないあれですけどね、62万石やったら、一応当時では第4位。前田、島津、福井の松平、に次いで4位。で、越前松平、松平ただてるが、 海域になってで、この時にばばっとこう調整があって、で、新しく、えー、入った結城松平は、62万国からちょっと下げたかったんで、最終的には3位に上がるということで、まあ3位の石高を持ってたら文句言うなって感じなんですけども、まあ正宗として100万石を本当は欲しかったと。えー、100万石が欲しかったけども、結局62万石。ということで、一応まあ仙台藩、仙台派立藩までを一応見てきました。 葛西大崎一期ですが、はい、これは何を狙ってるんですか、政宗さんは。葛西大崎一期を先導して、これを自分がこう収めて、で、この葛西大崎とグリーンゾーンとピンクゾーンを両方もらおうと。ピンクゾーンですけどね、はい、誰が持ってるんですか、この時点では。大崎が滅びたとはあの、木村義清と秀,秀吉の側近の で秀吉が木村義樹を送り込んできて、そこを収めているのに、そこの一揆を応援することによって、そこを取っちゃおうということですか。そう。この一揆を起こしたことによって、木村義樹は追放されちゃいますからね。で、そこに政宗、まあ、を乗り込んでいって、この一揆をこう、えー、まあまあまあ言うと言ったら、秀吉も、おお、伊達が行くといっぺんにこの一揆収まった。ここはもう伊達に任せようとなるんじゃないかなと。で、それがバレたわけですかそうなんです。 がもうイサの元に行っちゃったんですで結局これ領土返して損したわけですね損しましたねマ<あ>宗ムは結局これで大長こ第一音部ですよねだんだん減ってますね150あったんが70代になって60になって58か仙台に入るんで最後の最後なんですねそうなんですよね伊達というと仙台中心の60万国というイメージがすごくあるので、うん 実はこんな緑のこの福島県の北部ゾーンだったんですね、この人は。この人は米沢城なんですか、本拠地。あの米沢城ですね、この沖摩郡の米沢に本拠の城あります。あ,あった。あった。で、米沢城から岩出山城の方に移ったと。はい。で、江戸時代に仙台にやってきた、うん、だから仙台付近ってうのはまあ、あの大崎市の丘陵ですからね。 北条氏政が小田原城に立てこもったときに、これ伊達が5爪で来てくれるという話はあったんですかまあそこまでも期待はむ難しいんじゃないかな。伊達がそこに行こうと思ったら、当然、佐竹との問題があるし、なかなか行きづらいと思いますなんで呼んだのいや北条氏政が、いや伊達が来てくれなくなったから、もうしゃあないから、会場へと負けたと。 ああそうかな誰が来てくれるから粘ると思ってたんだという。うん、まあ多分実際むあの、それは果ての夢です。見果ての夢でしょうね。<laughs> だってもうそう簡単にはいけませんよ。ただけとかいろいろ問題あり,ありすぎて。まあ秀吉に降伏するにしても、上杉景勝の方から行かせてもらうわけですからね。まっすぐ行けないんですよ、これ、や当ては。 小田原へ仮に行く気があったとしても行けないと。うん、多分行けないと思います。関東地方に敵が多すぎて。うん。小田原に来る中で関東地方みんなもう手のひら返してますからね、多分に。北関東の連中を挟んでは、北条と伊達は利害関係が一致してる、ね、んですね、もともとは。だからまあ、そういう意味では伊達・北条というのはあの非常に効率的に機能したんだけども、 相手が天下人秀吉になるとさすがにちょっと難しくてまあ伊達としたら北条のもとに行って勝てる可能性があるかはったら多分ないあのその辺やっぱ伊達が鈍いのはいやしかし北条氏政さんを急に裏切るのも申し訳ないなという彼にした珍しいあの誠実な姿勢がそれまでさんざんトライにやってきたのにね最後の最後で。 宇島さんに対してやっぱりドライなりにきれんかったんかという足なしにしてあんだけこうドライにやってたのに、うん、おやじすらドライやのに、うん、そうするとまあ北条氏政がちょっとぐらい期待したというのも伊達としても行くつもりはないゼロではなかったんでしょうねただそれは現実に可能かやったら不可能、ね、伊達北条が組んでも秀吉には勝てない世、うん、の中には2家っつういますからね と佐竹にも勝てなかったんですもんね。そう、その佐竹と秀吉が組んでる以上。あの政宗は佐竹を潰すな、つ、佐竹を潰して。いかないかのに、それすらできないわけだから。逆に政宗は完全に佐竹を回避して。あのおだわに入ったら、多分佐竹は伊達領に侵入してくれるし。もう一個。はい、一揆がありましたね。岩崎一揆。はい。それはまた領土を狙ってるわけですか。 そうです。これで南部市が潰れてくれたらありがたいなと。関ヶ原の後だから、土作さんに領土を増やすのは可能といえば可能なんですね。そうなんですよ。関ヶ激と結局、伊ます宗って行かへんかったんですか、関川原までは。あ本戦で行ってません、まあ。彼に期待されたのは、上やす1か月をあの牽制する。最上と組んで、開発を牽制するじゃ。余力があれば土作さんに周りを切り取ったろうと。うん いいうぐらいは考えとったんですねむしろそっちじゃ考えたんちゃうかな。<laughs> 多分上杉と町に戦う気あんまりなくて、うん、南部を揺るがして、南部の方向に広がっていくじゃ、多分考えたんちゃうかな。<laughs> また胸は。だから南部は家康と話がついてるんね。うん。だからそこに手出したらあかんやんかと。うん。多分ね、その手からでもうちょっとごちゃごちゃが長引けば、<laughs> チャンスだったかもしれないね。 いやつうかあの、あの、南部なんかに手出さんと真面目にやることやってれば、たぶん、<laughs> 100万石もらえたんですよ、これは。あ、上杉 <laughs> そう、ちゃんと上杉と真面目に戦ってですね、ちゃんとあのやるべきこと、ちゃんとやってれば、たぶん、政、ま、子、あ、やつはどうも、そこでスタンドプレーをやりたがるんだな。<laughs> いやその指示通りにやってれば、そうそう。100万石もらえたと。 思うんですよね。家康ってそんなあの、うん、こういう時にうの話を出してたりそういうタイプじゃないですよ家康ってだから家康の言う通りにちゃんとやってたらちゃんと100万億もらえたはずなんですよ彼は政宗っつうのはそこのところであの真面目にやろうとは思わないなんかひねくれて一発は出たろうかみたいなところがあってでも2回目は懲り,よ懲りろよと一気を先動するのはバレるよと <laughs> 学習能力ないですね今田政宗はあんまりやり方が同じですもんねそう で、イエスもそれは警戒しますわ。<laughs> ま、イエスも警戒しますわ。こいつは電力があるからなれて。しかも、証拠、はい、出されても、しらきるしな、こいつみたいな。